マニアのポパです。頭自然界というのは運動から入りましたね。これ女子の中ではやはり一番こう神経を使う演技と申し上げてよろしいでしょうね。そうですね、男子で言いますと、鞍馬の運動ですね。なるほど。と言いますのはバランスなんですよ、はい、ですからバランスは緊張すればするほど崩れやすいという特徴がありますよね。そうですか。ですから逆に言いますと女子の場合、段違い平行棒あたりは筋力を必要としますよね、はい、ですから緊張 してもパワーが出るんですよ、逆に。そういうところがあります、はい、平均台この幅が10センチですから、はい、それだけにバランスを取るというのは非常に難しくなりますね、はい。この選手は、まあ、世界選手権を経験してるふわっと落ちたのかなと思うぐらい、こう、はい、うまく平均台を使いますね、横に転がっていくとかいうような状況ですね。以前ですとこの縦向きの方向にばかり運動を行ってたんですけども、はい、これを横に向けましてね、発想を変えたわけですね、行うということは非常に特徴がありますね。入りもそうでしたけども、今の中で頭自然界で座で受けるというような形、非常に変化がありますね、はい、この辺りの柔軟性も十分に表現します。柔軟ですね。17歳のウージニア・ポパ、個人総合では昨日2位に輝いております。回り込んでのダブル、はい、素晴らしい演技ですね。もう安定してるといいますかね、落ち着いてるという感じを受けますね、はい、来日は初めて、まあ、来日が初めてでこれだけの観客があって堂々とこれだけの演技できるんですから、はい、ルーマニアというのは強い国なんでしょうね。